勝ちだ。 Thank you.
いいぞ。終わったな。お疲れ様。お疲れ様。ナイス。行くよ。
終わったな。任せろ。行くぞ。お疲れ様。お疲れ様。いた！間に合った！やばい、結構強そうだぞ。問題はない。一匹残らず蹴散らしてやる。え？なんか目覚めた？死ぬ気で来い。私が相手だ。怪我はないか？ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう。君たちが来てくれなければ二度と私は。感謝の言葉なら彼女に伝えてくれ。父さん！なんでお前がここに？心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。私、父さんがいなくなったらって考えたら。ああ、すまない。本当にまたこうしてお前に会えてよかった。メディノ、私は先に行っている。僕たちも行こうか。ああ、そうだな。それじゃあ二人とも気をつけて。君たちも旅が無事に終えられるといいな。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に行ってもすぐに追いかけてくるだろう。それに同行を許したのは私だ。責任が私にもある以上、ザッカリアまでは共に行く。そこでお別れなんだよね。そういう話だったろ。でも
メリナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない。これも約束したはずだ。そうだね、ごめん。では行くぞ。勝ったね。歩いたな。お腹も減ったし、さすがに疲れてきた。それに空も暗くなってきちゃったね。なんだ、情けないな。私はまだまだ平気だぞ。まあ歩けないってほどじゃないけどさ。ユージョ、ザッカリアってあとどれぐらいだ？え？君まさかとは思うけど、地図読まずに歩いてたの？いや、友情がいるし、なんとかなるかと思ってさ。君ってやつは。まあいいや。そうだね、まともに歩いてあと半日はかかるよ。なるほどな。このまま夜通し歩くってのも無理があると思わないか？私は歩ける。なんなら一人で構わない。いや、女の子が暗い道を歩くのはちょっと危ないんじゃない？さっきみたいな獣がいるかもしれないし。っていうか、どうしてそんなに先を急ぐ必要があるんだよ。急いではいない。私は武術修行のようなことをしているだけだから。なるほど。じゃあこの辺りでキャンプ、あ、いや野営しようぜ。野営？なぜそうなる？いや、お腹も空いたし、夜になったことだし、朝までゆっくり休んでから動いた方がいいと思ってさ。キリトはお腹を満たしたいって気持ちがほとんどでしょ。まあ僕も空いたけど。そうだろ。よし、セレカがくれたパンと干し肉使って晩飯作ろうぜ。あ、ちょうどもう一人分ぐらいあるし、セレカ特製調味料も入ってる。おい、私を無視して話を進めるな。第一、出会ったばかりの男どもと野営など。メディナ、さあ私の言うことに従え。するわけないだろう。あ、メディナ。そうだよキリト、女の子に対して繊細さがあまりにもないよ。いや、メディナとは離れて寝るし別に問題ないだろ。私はもう行く。なんでだよ。行くと言ったら行く。お前たちと共にある理由がない。大丈夫？やっぱりさっきの戦いで疲れちゃったのかな。あ、ちょっと待っててくれ、水取ってくる。ムカつく。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。お礼言えるんだ、意外だな。何を言う、当然だ。私は父に恥じるようなことはしない。そっか、立派なお父さんなんだな。はあ、本当に勇敢な人だった。メディナ、やっぱり今日は休んで明日また動いた方がいいと思うぜ。余計な世話だ。お前たちは好きにすればいいが、私は関係ない。夜に闇雲に動いたら獣に襲われるかもしれない。そうなれば元も子もないだろう。お父さんだって心配すると思うぜ。ムカつく。よし、それじゃあメディナの分も夕食作りと行くか。持ってきた布があるから、それで天幕を作るよ。寝る時になったらそこで休んでね。僕たちは外で一緒に毛布にくるまって寝るからさ。おお、さすがはユージオ君、
繊細さのあるいい考えだ。おい、私は野営することにまだ賛成していないぞ。よし、ユージョはナイフでパン切ってくれ。無視するな。ごめんね、悪いけどあいつのわがままに付き合ってあげてよ。まったくもってムカつくやつらだ。さてと、それと楽しみだ。分かった。やっぱりセレカの特製調味料は最高だな。とはいえずっとこの調味料には頼っていられないけどね。誰かさんがいっぱい食べるせいでもう残ってないし。そうか、ここでは料理スキルを上げる必要があるってことか。何か言ったかい、キリト。いや、なんでもないぜ。どうでもいいが、セルカというのは？僕の友達の妹なんだ。とても真面目で優しくて料理上手ないい子なんだよ。そうか。どうしたの？いや、おそらく私がお前たちとザッカリアで別れれば二度と会うことはないと思うが、その娘にはうまかったと感想を伝えてほしい。わかった、伝えるよ。メディナってどこから来たんだ？お前は何の脈絡もなく話に割って入ってくるんだな。いや、普通に気になるだろう。なんか雰囲気とか服装の感じがユージョやルリットの村の人たちとは違うからさ。お前たちが知る必要も私が語る必要もない。意味深にされると余計に気になるな。まあ、もうムカつく、面倒くさい。別にどこから来た人間であろうと関係ないだろう。どうせすぐに私たちは別れるんだし。わかった、余計な詮索はしないよ。ムカつく。おやすみ、メディナ。ユージョ、枕になるもの持ってないか？持ってないよ。カバンを枕にすればいいんじゃない？ねえ、カバンだとゴツゴツしそうだな。ギガスシダーの枝入れてるし、頭に刺さったらどうするんだよ。つべこべ言っていないで、早く寝ろ。はーい。じゃあ、今度こそおやすみ、メディナ。まったく、なんであんなムカつく奴らと野営などすることになったのか。私はただ一人でこの旅を始め終わらせる気でいたのに。そう、私たちが失ったものを取り戻すために私は。やっぱり父親は強いな。いつまで経ってもかなわないや。オルティナノス家の家訓は
強く正しくあること。心の中が常にそうあれば、恥じることは何もないんだ。父上なんて大嫌い。欠陥品のオルティナマスケになんて生まれたくなかった。そうかもしれないな。ああ、メディナ城、この旅はご愁傷様でしたな。大方遊び歩いていたのでは。資料地を所有する二等借子が貧しいなど考えられない。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。私はメディナ・オルティナノス、あなたの残した剣で聖豪騎士となり、必ずやオルティナノス家の汚名を注いでみせる。メディナ、おい、メディナ、大丈夫か？すごくうなされてたみたいだけど。別に何でもない。冷や汗びっしょりだよ。本当に大丈夫？少し夢を見ただけだ。待たせたな。それでは早く出発するぞ。ねえ、朝飯食ってからだろ。なんでお前はそんなにも食事を重要視するんだ？誰かさんが僕の腕を枕にしたせいで筋肉痛だよ。悪いな、枕がなかったからしょうがなかったんだ。理由になってないし、僕の腕は枕じゃない。まったく。よし、それじゃあ出発だ。メディナ、大丈夫？え？さっきからちょっと様子が違う気がして。余計な世話だ、問題はない。そう、ならいいんだ。さてと。うん。ありがとう。あの、よろしく。
ありがとう。ありがとう。満作尽きたか。ダメだ。よろしくな。いい。なあ、よろしくな。Thank you.